はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。はい、今日からね、僕今ニートなんで、マリオカート8デラックスをちょっとやりたいと思います。はい。で、今のね、レートが確か1万1000くらいなんだよね。だから、ね、チャット GPT じゃない、なんかマイクロソフトの、なんだっけ、マイクロソフトの生成 AI に質問したんだよ。マリオカート8デラックスで上級者はどれくらいのレートなんだってことを聞いたら、2万以上できたんだよね。だから、レート2万を目標に、できます。で、本当にね、最近全然やってない。てか、新規コースが来てから全然やってないんだよ、マリオカート。だから、昔はね、あれだよね。悪い字ばっかだったんだよ。悪い字の花ちゃんバギーばっかだったんだけど、なんか最近ね、なんだ。あれ、これミスったの。あ、これ下手くそ。何言ってんの俺。なんか1になった。最近はなんかヨッシーが入ってるらしいんだよ。なんで入ってるのかわかんないんだけど。いや、正直、マジ全然うまくないからね。不安ではあるけど、なんか後ろ遅くね？夫か？いや、ミスった。こうなんか、打開がつ、喋ってるともうなんかクソみたいに謎突っ込む。確かにこのゲーム、マップっていうの、コースによってさ、打開かどうかって変わってくるよね。どっちの方がいいんだろう。こっちやるわ。ちゃんと後ろケツつけてた方がいいよね。やばい。あとね、このアイテム早決めが俺ちょっと苦手なんだよね。これ何これ、こんなところ行けんの。てか、このコースもね、やったことないよ、ほぼ。俺 3DS でやったことあるな。マリオカート7だっけ、やったことある気がするけど。こっちでいいのか、これ。ビビって、今これジュゲムが逆走コース、逆走してるよって言ってくれてるのかと思った、今。なんか、いい感じになってるぞ。これ左でいいの、ここでいい、こっちでいいのね。OKOK。あるか、これ、奇跡の1。でも、こっから打開されるんじゃないのかな？おい、切るぞ、これ。マジで一発目で1ある。赤コーラ2個くんだよ。死ねえよ。そうだろ、あいつ。NF 時。覚えとけよ。赤2個とか、上に多すぎやろ。まあまあ、でも、いいでしょ。これ多分、レート低いだろ、これ絶対。やっぱね。まあまあ、でもね、もうやっぱ、この雑魚狩りしてでもね。俺はあげるんだよ。で、1回3分ぐらいか。まあ、とりあえず、1日3レースぐらいやろうかな、じゃあ。で、どうしようかな。お任せでいいや。新コースちょっとやってみたいな。新コースのちょっとやっぱ走り込みが俺ちょっと足りてないから。でね、俺ね、キャラね、海パンデカっていうミー作ったんだけど、俺なんか女のキャラになってるわ。なんか踊ってるキャラね。で、正直ね、マリオカートね、上手い人いるじゃん。なんかすごいなんか極めてさ、なんか大会っていうの？スクリームっていうの？なんていうの？練習試合みたいな、出てる人とかさ、もうなんか、なんか、化け物いんだけど。バックテーブルっていう日本人、これチーターだろ、チーター。レート9万9800入ってきたぞ。これ、このゲームってかチーターいるのかな？ 3DS の方ではさ、なんかチーターいっぱいいるのは知ってるんだけど。俺なんか小学生の頃 Wii やってて、Wii のマリオカートをなんか友達んちやってて、友達がなんかチート使って俺一生なんかスターで引き殺されてたんだよね。なんかさ、Wii のさ、マリオカート、俺やったことなくてさ、なんか、5が強くて、ミリっていうの？なんかもう、知ってるか知ってないかで、相当は、あ、え？え、え、え？え？え？チーターだろ、これ絶対。今何当たった？俺の目がちょっと悪かったか、今。なんとかテーブルってやつだったよな、名前。無敵持っとくか、このまま。スターの方が欲しいけど。
フリーデュースの方で、だから確かチーター戦うときは、無敵をどれだけ維持できるかがね、肝だった気がするんだよ。まあでも、雷連打、サンダー連打とかされてないから、チーターじゃないか。スニマなんか楽で当たったのか。まあいいや、ちょっと、そう、あれ、コイン取んないといけないんだね。忘れてたわ。コインで確か結構ね、スピード変わるっていうのをね、聞いたことがあるんだけど、爆散してくんだよ。まあ正直ね、上位に、あ、使います。いや、今、ちょっと後ろ見て、オーリニアが来てるからちょっと見た方がよかったな。サンダー打ってサンダー。ね、9番、もうほぼカンストしたことある人なら、もうこんなね、蛇行列隊はね、ダントツ1位のはずなんだよ。あれこれ。やべ。何しと、ほんと。アホやアホ。守れ。なんとか。あ、ふざけんなよ。おい、なんでだよ、これ。クソマイナス乗った。やっぱり1位の人早いな、このレート9万。このレート9万に勝つまでやりたいけど、多分無理だね。てか、壁突撃大事故起こしてから、落ちたな、やっぱ。ちょっと、なんであんな壁に突撃したんだ、今。どこだろう。いや、もうちょっと今日はね、やっぱりレート9万来たから、これ負けるわけにいかない。このサングラス。今この場でこのサングラスのことをなんかボコボコにすれば、1位取れるぞ。やれよ。お前何踊ってる場合じゃねえよ。ここでなんかスマブラみたいにさ、戦ったりしないのかな。ストファイみたいに。なんか、3、2、1、GO! とか言って。格ゲーが始まって、格ゲーで体力なくなったら、なんかスピード、カートのスピード遅くなるとかあったら面白いけど。99,821 とか、あ、これもう、プロだよね、マリオカートの。マリオカートのプロの定義がもわからんけど。マリオカート知らないことないでしょ、多分。いや、でもさっき、それよりさっき10位だったのはちょっとひどすぎたな。あ、だからコイン取んないといけない、コイン。このコースもね、このコース多分あれ、多分あれだよね、Wii でやってるコースじゃない?Wii のコースだと思うんだけど、そんなことないか。とりあえず僕は、コインを集めましょう。後ろの時は、後ろの順位の時は、コインを集める。前の順位でもコインを集める。うちのコインを集めないといけないんだけど、コインが取れない。どうにゃんだよ。パックン欲しいな。パックンさ、勝手にコイン取ってくれるからさ、もう下手くそからしたらありがたいんだよね。まあまあ、コイン取れたけど、あ、もう、サンダーどうしたらコインをとりあえず拾え。ここでもさ、高いコースじゃない気がするんだよね。どうなんだろう。でも、前走ってる人はでもさ、うまいからさ、その人たちに普通の走力で勝てるわけないんだよな。だから後ろからアイテムの運ゲー、あ、引かれんだよ、別に。アイテム運ゲーで行くしかないな。だからスター欲しいな、スター。ってか、6位じゃスター出ねえか。危ねえ。荒らしてえな。おい、当たれ。なんだ、2個目?危ね、今ちょっと車激突したけど。安定が大丈夫だった。これ9位だっけ ?9 位で飛んでたら8位で飛んでいといけないんだっけ、アイテム。いや、無理やな。やっぱ俺ヨッシー使うしかないか?いや、ダメだ、全然出ねえ。スターが、ここ行くしかないでしょ。いけ、あいつを食え。いったい、さあ、3位なら全然いいでしょ。まあ。これだね、1レース目に1度テスト、レート9万。ちょっともう、レート9万に勝った。やった、レート9万に勝った。
はい、じゃあチュレードキームで勝ったんで、今日はここで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。